荒れてる。これも最近買ったばっかなのに。あれ、お疲れ様。どうしたのこんな時間に。いや、珍しいなって。あ、そう。どうぞどうぞ。やり残したことがあるなら私なんか気にせずに終わらせてください。早く帰りたいでしょ。そこ触れちゃう。ちょっとつまずいて転んじゃったんだ。あ、そうなんだよね。ヒールも折れちゃって最悪。大丈夫。替えの靴はちゃんと用意してあるんで、ほらこちらに。かわいいでしょこの靴。まあお気に入りだったけど仕方ないよ。結構前に買ったからもろかったのかな。聞こえてた。結構前にここに来てた。恥ずかしい。これ昨日買ったばっかなの。いいよ返品なんて。私今月ついてないんだよね。多分そのせい。申し訳ないことしたな。なんか調子出なくてさ。そういう時ってあるでしょ。でもそういう月なんだって思うようにしてて。早く終わらせなきゃいけないのに全然終わんないし、忘れちゃいけない予定も忘れちゃうし。そう思わないとやってらんないでしょ。だから今月の私にはあんま絡まない方がいいかも。だって巻き込まれちゃうから。君ってほんと優しいよね。頼りにしてる。だからこんな先輩のことは気にせずに、後輩は後輩のことだけ考えて。ありがとう。それは来月の私にしてあげて。ほらこの通り、まだ終わってないことたくさんあるから。そう?でも遠慮しておく。だってこんなのかっこ悪いじゃん。君の前ではかっこいい先輩であり続けたいもん。は?何よそれ。私と君はどういう関係なの?優しいにも程があるよ。でもありがとう。久しぶりに可愛いって言われたかも。男性に。どんどん後輩が出ていくとさ、おばさん扱いされちゃうから。ありがとう。じゃあみんなの前でそう言って。綺麗なお姉さんって。冗談だって、真に受けないで。そんなこと言ってたら私が言わせたんだろうっていじられちゃう。そうそう。でもありがとう。どうしたの?そんな流れだった?今。綺麗なお姉さんだけじゃ物足りなかった。あれは冗談だからね。ドラマの見過ぎ?美しいですなんて普通人に言う？まあ美しい人はいるか。だから私のどこをどう見て美しいって言ったの？ありがとう。美しいって言える君の性格が美しいね。うん。本気本気。あのさ、もう結構時間経っちゃってるから仕事戻っていいよ。あ、大丈夫。そんなこと気にしてた。ここは私が後で片付けるから。頼ってる頼ってる。じゃあ今のお願いは、私のことなんか気にせずにそのまま仕事に戻ってください。あれ、何でも言うこと聞くんじゃなかった？なんて言ったらいいんだろう。そうだね、とりあえず立たないと。大丈夫大丈夫。さっき転んだところすりむいちゃって。そっか。これ新しい靴買ったから靴ずれしちゃってたんだ。そんなことも気づかないまま働いてたのかもな、今日。ほんとダメだな。もう今日は私帰っちゃおうかな。ここだけ片付けて明日の自分に任せよう。ありがとう。頼み事なんだけど、ちょっと手貸してくれる？靴取りたいんだよね、予備のやつ。いいっていいって。これありがとう。これくらい履けるって。もう用は済んだから。律儀なんだから。じゃあこの靴履いたら立ち上がるの手伝ってくれる？パソコンはいいや。帰ったら私消毒するから。わかったわかった。さっきのとこにある。じゃあお願い。おせっかいなんだからこの後輩。別に嫌いじゃないけど。ありがとう。そうそれ。優しくね。そのおまじない久しぶりに聞いた。飛んでくといいな、痛いの。そーっとお願いね。結構しみる。変な声出してないし、痛いんだって。ありがとう。ごめん。いや、私も急に振り向いたから。これは事故だから。事故。ここんな形で君とキスなんかしたくないよ。違う違う。いや、好きとかじゃなくて。もう、ほんと今月の私ドジ。来月ちゃんと言うから。何をって。ありがとう、貼ってくれて。これでちゃんと帰れる。うん、一人で。タクシー呼ぶって。何を。なんで顔近づけるの？近い。まあ、今月はずっと落ち込んでばっかだけど、心配だったんだ、ありがとう。うん。ありがとう、味方になってくれて。ああ。え？なんで甘えるの？さっきみたいにって。わかったから、とりあえず離れて。今月の私は何しでかすかわかんないから、さっきみたいに事故でキスしちゃうかもしれないし、何が大歓迎？さっきまでの勢いどうしたの？立たせてくれない。分かったよ。今日はまともに帰れそうにないから送っていって、家まで。仕事は大丈夫？今だから君は私にとって何？なんか今まで悩んでたことがバカみたい。うん。元気出た。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。おんぶしてもらおうかな。暑い。今日のこと誰かに見られたらネタにされそう。ゆっくりね。本当に痛いから。そのまま送り狼になってくれたらいいのに。ん？さあ、なんて言ったでしょう。ゆっくりお願いします。今日のより何倍も可愛いヒール選んでもらおう。頼りになる。